きっと出汁が入ってないんだよ。もうそれ以外は具もスープも麺も全部完璧なんだよ。ああだからもう惜しい。おい天使、お前まさか柴田にハーデス誘われたのか。まだ間に合う天使、戻ってこい。あんたら女は顔はいい、バイクは気持ちがいい、畑は超楽しい、安全運転よろしくね、頼むよ。いやいや、お前に気を取られて事故るわ。ああわかるわかる、もうね飽きるよね、わかめも今日はもう食べ飽きたし、油揚げもニラもアサリも違うな。よし、今日の味噌汁はコンセプトだ、なるか。いやお前何があった、お前その看板の赤いのはお前の血か。下に子育てクラブって書いてあるけど、お前どんだけ命かけて子育てしてんだよ。まあ、確かに糞を捨てていく飼い主が悪い。だけどな、道端に落ちてるものを食べないよう子供にちゃんと教育しろ。しかもそれ、うんこやぞ、うんこ。いや、ネタバレすんなよ。蕎麦屋かな、うどん屋かな、それとももしかしてラーメンかなって期待して、店入るのに、入る直前に、ネタバレすんなよ。あーなるほどね、そうそうそうね、おしっこされたところで転ぶとね毛が治りにくいよね。やっぱ転ぶんだったらね、うんこ踏んで転ぶのが一番だよね。え、っていうこと？わかりました、もう俺行きます。というわけで皆さん、また次の動画で。こいつに構わなくてもいいけど、チャンネル登録だけは押しててね。チャンネル登録よろしく。